ガチャ、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、これも悩みますよね。で、空所の左がカムがございますので、なんかカムトゥーかな、カムアットかな、というふうに考えた方、結構いらっしゃるかと思います。ですが、実はこれ皆さん、空所の右側、the grounds of、これにつながる前置を考えれば OK なんですね。ただ、それをご存じないという方も結構いらっしゃるんじゃないかな、というところで皆さん、この問題、採用いたしました。ですから、ご存知の方はいいんですが、知りませんでした。という方は、今日を機会に覚えていただけると OK です。さあ、行きます。もちろん正解は C。で、皆さん、下をご覧くださいね。On the grounds of。で、皆さん、今回は後ろ名詞でございますので、of が使われておりますが、これ、後ろ SV が来てると、On the grounds that になりますからね。じゃあ、皆さん、意味は大丈夫ですか？うんたらかんたらという理由で。じゃあ、皆さん、ちょっと上をご覧ください。皆さん、まずは文頭。彼は来ませんでした。じゃあ、何が理由でですかと言われたら、まあ、文末、病気ですよね。ですから、病気が原因で、病気が理由で、彼は来ませんでした。で、いいんですが、皆さん、これ、grounds、なんで理由になるんだという方。そうです。ground、理由、そんな感じしますよね。ですから、ground がなぜ理由につながるのか。ちょっと皆さん、間、翻訳してみたいと思います。で、皆さん、まず、ground と言われたら、どんなイメージをお持ちでしょうか。まあ、当然、地面ですよね。ただ、カタカナでグラウンドというふうに認識されている方、結構いらっしゃるかと思いますので、皆さんが通われた小学校、中学校、高校、そこのグラウンドのイメージ。で、もちろん、そういうグラウンドは、硬いですよね。まあ、あんまりぐにゃぐにゃなグラウンドはないかと思います。で、その、硬いというイメージから、盤石なものというふうにつなげられますよね。で、グラグラではない、盤石。そのイメージが、重要というふうにも繋がっていきます。これもイメージでいけるかと思いますが、皆さんの文法の知識、盤石ですよね。単語の知識、盤石ですよね。で、それがグラグラ、ふわっとしてるとなかなかスコアに繋がらない。ですが、カチッと頭の中に入ってる。盤石だとスコアに繋がる。ですから、盤石な知識は重要。で、重要なものと言われたら、根拠というふうにも言い換えられます。で、皆さん、根拠を考える機会と言われたら、パート7の長文の問題。なぜ選択肢の A が正解なのかと言われたら、1行目から2行目に書いてるから。というふうに根拠を考えることが重要ですよね。特にパート7は、ただ答え合わせをして、はい、終わり。では、力にならないですね。どこにその選択肢の根拠が書いてあったのか。それを考えることが重要であり、なおかつスコアアップにつながる。で、その根拠と言われたら、皆さんもわかりますよね。根拠は理由と言ってることも同じ。そうです。長文、パート7では、理由を考えることが重要ですよね。そういうふうに皆さん、つなげていただけますと、グラウンド、理由、つながりそうですね。ですので、こちらの表現、押さえていただきましょう。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方、どうぞ。では、画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸4番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。